た。こんにちは、はい、豊さん、はい、大谷選手。ちょっと待って、はい、毛が抜けた演技でもない演技でもない、ちょっと待ってください。抜けたエンゼルスには今その抜けたという言葉は本当にちょっと、まあそうだな、もう死活問題です。そうだな、大谷選手エンゼルスに残るのか、はい、抜けてどこかのチームに行くのか、はい、まあ、これもうアメリカでも日本でも今、ね、ニュースになってますよ。まあ、そうだな、毎日毎日。でも、はい、選手としての価値を、ね、高めるには金額っていうのも大切だし、はい、やっぱり優勝っていうことも大切な分野なんだよね。まあ、そうですよね、うん、やっぱ金っていうのは後からついてくるから、大谷の場合だったら、はい、やっぱり優勝というようなね、はい、優勝リングという、うん、まあ、そういうのを取れるようなチーム、はい、でなおかつお金を出してくれる、はい、自分を高く評価してくれるところ、うん、まあ、そこら辺だと思うけどもね。でもう何チームかはずっと言われてきてるチームと、あと新しく名前が挙がってきたチームもあって、はいはい、まあ、一番有力されてるのがドジャース。まあそうだな、はい、もう何年もプレーオフ争いに顔出してるしね、はい、まあ、チャンスが一番あるとすればドジャースかなっていう、はい、そうですよね、まあ、優勝のチャンスとかね、はい、でお金も含めて、はい、一番有力視されてるのはドジャースだろうね。ですよね。で、はい、もうずっともう昔からドジャースはラブコールを送ってますし、はい、大谷選手は自分あのドジャースファンですっていうのは昔話していたこともある。あと温かいところドジャース暖かい。そうなんですよ。でずっとやっぱドジャース行くんじゃないかっていうふうに言われていて、でそこにプラスアルファ出てきたのがサンフランシスコジャイアンツっていう、ジャイアンツも来ました。まああの船が増えるんだろうな、ボートがいやライトの方に、あ、越えてったらもうそのホームランボールを取るのにさ、もう待機してますね。待機してるから村場で。そうだな、ジャイアンツ。ただサンフランシスコっていうのは気候的にはやっぱちょっと寒い時期があるよね、うん、夏場でも寒い時期ありますね。そうだね、はい、うん、だからまあでもな、サンフランシスコも俺はすごく好きだけどね。いいですよね、坂道がね。坂道があって、はい、登ったところに、登ったとこか下ったとこか、うん、海の海っぺりに、ね、魚介類の美味しいお店があって。あ、そうなんですね。そうそうそう、私も昔ペブルビーチって言ったオーガスタ、はいはい、マスターズのゴルフ場があるところ、はい、行ったことあるの？行きました、家族と、あとジャンボさんの家族と一緒に。なんで行けんだよお前オーガスタ見に行ったの？あのオーガスタ入りました。見に行って試合はなかったんですけど、オーガスタの中の入りました。やったの？やらないです、やらない。やったって言ったらちょっと困るな。ですよね。めちゃめちゃ綺麗だよ。綺麗です。なあ。めちゃめちゃ綺麗です。なのでやっぱサンフランシスコっていうと、やっぱりまあいい、快適に。で、日本人もね、多いですしっていうのはありますね。まあそうだね。はい、あとはマリナーズという声も実は出てきました。ただシアトルとなると、気候と移動距離っていうところ。まあまあそうだね。ただ優勝狙えるかっていうとさ、今ちょっとな、狙えないし、はい、3つだな、条件としたら、はい、気候がいいのと、DH を使える、はい、DH どこでも使えるんだけど、DH の選手がいなくなる、うん、それと年俸だよね、はい、ということはドジャース の、 あの DH を打ってた人が FA なんだよね、はいはい、その席がぽっかり空くという。空きます。で来年は打者専任だから、はい、投げれないし、はい、その空いた穴を埋めるには、うん、大谷は最適だよね。そうですよね。もうだもうなんかもう決まったんじゃないの。ただ、さらにそこに参戦してきたチーム出てきました。ブレーブスです。現在、ナリーグ東地区6連覇中の超強豪。で今シーズンオフは投手の補強に動くとされて、9月に受けた右肘手術の影響で復帰が2025年になる大谷選手は必ずしも補強ポイントに合致しない、うん、ですけれども、ただ彼の思考プロセスがどこにあるか分かるということで、やっぱり本気で勝とうとしているチーム、うん、優勝を狙えるチームに行きたいとなれば、ブレーブスが獲得に来たら大谷選手も話を聞いたりとか前向きにはなるだろう。気候がどうなんだ。ブレーブスどうなんですかね。東地区でしょ。東の、あ、でも東は寒いところが多いでしょ。多いから、まあそうなってくる。フロリダぐらいしか暖かいとこないようなイメージ的にはね。そうですね。フロリダになると今度また移動距離かってなっちゃいますもんね。まあまあまあ移動距離はまあいいんじゃないの。大丈夫ですか。大丈夫だよ。来年は投手をやらない人、うん、ブレーブスはちょっと厳しいからですかね。
ブレーブスのイメージは湧かないんだよね。そんな中さらにこれチームではないんですけど、うん、なんと年俸が史上最高66億円超になるのは確実ではないかとアメリカ、はい、まあそれは報道しました。だからな、はい、66億円だって投げては、ね、10勝以上、はいね、打ってはホームラン王、はい、で全体の MVP、はい、そりゃそのぐらいもらっていいでしょう。まあ、いいですか。分かんないよ、もらっていいのかまあすでにもう分かんない桁が。これ年俸がですからね。ね、うん、年俸だよ。そうです、1押すのはお前4年で40億って安いもんじゃん。そう、それ考えるとまあそうですけど、まあ、昨年オフにバーランダーとシャーザー両投手がメッツと結んだ最高年俸っていうのが、まあ、約65億6900万円と。だからこれが大谷選手がもしも短期契約を選択した場合はこれをはるかに超えて新たな年俸の記録を樹立と、さらに超えていくのではないかと話しています。なのでこれ全体的なバランスを考えたらどうなんだろうね、はい、そういう契約をしちゃったとしたら、はい、これからそれを目標に選手たちは交渉に入ってくると大変なことになるけどな。ただその二刀流という例がない。そうだな。なのでこの先に出ないと考えたら、うん、そうだな、うん、この金額さらに上回っていくことも。でいくらなの？300億、多分年間のその65億円を多分短期だとさらに超えていくんじゃないかって言われてるので70億とか年間80弱とかいくんですかね。分かんない。分かんない。いやだからその1ヶ月換算だと本当にすごいことだよな。一体いくら入ってくるんだってなりますけど、まあ、これ短期の契約だ、多分単年なのか2年3年なのかわからないですけど、そうなってくるとさらにもっと欲しいっていう球団参戦してくるチームが増えるというところなんですよ。で今言われているのが大谷選手に10年で5億ドルを保証できないチームは多いと。ただ3年で2億ドルなら獲得のチャンスが出てくるということで、どん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 参入していってっていう。3年で2億ドルっていうのは300億そうですね、300超えると思うんですね。はい、そしたら年俸が100、はい、ちょっともうどこにでも行きなさいみたいな感じだよね。そうですよね。いやだから月に10億弱ぐらい入ってくるんですよ。すごいね。月に10億ですよ。まあまあ、まあ金なあ、金の問題もあるけどさ、まあまあそうですね、いろんな保証という意味でも、まあまあそうだね、生涯の、うん、どうなってくるんだろうっていう。まあ、うん、でも俺はドジャースが一番可能性が高いなっていう条件を満たすことがあると思うし、はい、大谷やっぱ怪我のリスクもあるじゃない、二刀流やってる以上ね、はい、まあ、そうなったらやっぱ5年は欲しいのかなっていうふうに考えると、はい、やっぱドジャースはそれは条件は飲むでしょ、うん、で DH がいない、気候はいいで優勝争いには必ず参戦してくるっていうことを考えると、はい、まあ、ドジャースが有力視されてるよね。有力視されてるっていうか、まあ、俺は本命ですよね。本命だと思うよ。もうエンジェルスの声が全く聞こえなくなってきてしまったんですけどエンジェルスはかわいそうだな。ちょっとこのマネーゲームになってしまうとやっぱ取り残されてしまうけども、いやそりゃそうだよね。そうなるとちょっとエンゼルスって薄くなってきてしまうんですかね。まあ、監督変わりましたけど、まあ、まずやっぱり気候はいいんだけど、うん、優勝争いという面ではね、うん、選手が揃ってないっていうこともあるし、はい、まあ、そう考えるとやっぱもう移籍っていうのは考えるかなって思うよね。一本の価値っていうのはさ、やっぱ優勝するのと最下位のチームとはやっぱ違うと思うんだよね、うん、まあ、ドジャースっていうのはその一本の価値を上げてくれる球団だからさ、はい、生活をする分にもいいと思うよ、うん、そうです。ビバリーヒルズかなんかに住んでくださいよもうセレブたちが超いるとこですよね、ハリウッド。まあでもアメリカのセレブって半端ないからな。いやいや、もうちょっと桁が違う。いやでもそれでもやっぱ桁違いの契約で行くとなって、でもそれでも安いのかもからな、ビバリーヒルズだったらそうなるかもしれないですね。なでも住めるよね、余裕で住めますよ。いや住んでほしいね。いや夢があるな、ジャパニーズドリームですよ本当に。ジャパニーズドリームか、アメリカンドリームじゃない、はい、あの一応日本人からジャパニーズドリームのインアメリカみたいな感じなのかなと思うんですけど、ね、うん、いやでもね、どこに行くのか。まあそうだね、うん、まあでもいろいろ参戦してるけどもドジャースが勝ち取ると思うけどな俺は。
まあ、そうですかね。 あとやっぱそのチーム内でのドクターだったりとかそのチームサポートとか管理とかもやっぱりドジャースってすごくしっかりしてるっていうのも有名ですし、まあ、そうだね、まあ、エンゼルスだとやっぱりそのオーナーは変わらないのでやっぱり来シーズンも例えば大谷選手が無理してまた出るとなった時に止めることができないとかドジャースだったらやっぱ万全の管理のもと今日は行かない方がいいとか、まあ、それはもう大谷の判断だからさ最終的にだからまあそれはね別問題として、はい、生活環境とかいろんなことを考えてもロサンゼルスっていいんじゃないの。いいですよね。多分気候もいい、食べるものもたくさんある、治安もいいしな、治安もいいし日本人も多い、もうセレブはいる、うん、いいんじゃない、いいんじゃない最終的にいいんじゃない、まあ、ドジャースにいてほしいなそうですね、うん、俺がメジャーの球場初めて足を踏み入れたのがドジャーススタジアム。あそこなんですか。学生の時。あ、学生の時だったんですね、うん、で学生の時にプレーをしてるんであそこで、はい、やっぱ雰囲気あるよ、いいよ。あー、そうなんですね。あ、私は野茂投手のイメージがすごくあるので、まあね、やっぱその日本人がすごい馴染みのある、いや馴染みあるよな、はい、うん、チーム、そうだね、うん、まあドジャースだな、大本命ドジャースということで、はい、はい。